はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらポルシェケイマンのご紹介です。はい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 、やってまいりました。今日もですね、ケーズジャパンさんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ポルシェケイマンということで、この車は、2009年式ですね。走行距離、約10万キロ、車検の方は2018年の、11月までついております。本体価格が260万ですね。総支払い額込み込みで280万ですね。目の方はね、こんな感じです。いやー、ポルシェルックですね。かっこいいですね。こう上から見るとね、あの911っぽいですよね、この辺のデザインがね。やはりね、年式が少し古いので、ガラスのくすみはありますね。いや、このポルシェのね、エンブレムかっこいいっすよね。フォグランプの方もね、完備ですね。この時代のね、ケイマンは、911とね、すごいね、デザインが似てますよね。一瞬間違えそうですよね。横から見たらこんな感じです。ガソリンのね、給油は前にあるんですね。タイヤの方は205の 55ZR17 17インチを履いております。純正ですね。タイヤのね、溝もまだありそうなんで、このまま使えそうですね。で、やっぱりね、このケイマンといえばこのお尻の膨らみですよね。ほら、これすんげー膨らんでるんですよ。かっちょええですわな。ポルシェはね、このリアエンジンなので、エアダクトがね、後ろにありますよね。石跳ね防止のね、このシールもね、そのまま貼ってありますね。マフラーはね、一本出しですね。センターマフラーです。後ろから見たらね、こんな感じです。リアスポイラーはね、小さめの羽がついてますよね。うん。テールランプのくすみはね、少ないですね。うん、きれいきれい。側面の扉がね、少しね、これ塗装が剥げちゃってますね。ちょっとね、後ろ開けてみましょう。ケイマンはね、後ろにもね、荷物が積めるということで人気ですよね。結構これ乗るんですよ。で、こっからね、これオイルのメンテナンスとかできますね。この中にね、エンジンが入ってるんですよね。もう素人は開けて触るなっていう感じですよね。これ年式古いですけど、後ろのトランクはね、比較的綺麗ですね。フロントのトランクもちょっとチェックしてみましょう。こうか。おお。久々にね、ちょっと開けたんですけど、結構ね、広いんですよ。深いんですよね。深さが結構あるんですよね。旅行バッグなんかね、縦でね、ズボッと入る感じのサイズですね。では内装の方を見てみましょう。お邪魔しますと。内装はね、こんな感じです。いやー、これね、久しぶりに乗ったんですけどね、やっぱりね、ポルシェっぽいですよね。ポルシェっぽいって当たり前なんですけどね。新しいタイプもね、いいんですけど、この時代のポルシェは結構ね、なんて言うんでしょう、シンプルなんですよね。このタイプはね、 PDK のトランスミッションですね。オートマなんですけど、これ走りがね、マニュアルのような走りをするんですよね。いいですよね。ちょっとね、暑いんでエンジンかけてみようと思います。ちなみにね、鍵はね、こんな感じですね。こういう昔ながらのね、このキーの感じがいいですよね。メーター周りはね、こんな感じなんですね。このね、上のところがね、メッシュになってるんですよね。なかなかね、これ見やすいメーターなんですよね。赤い針がかっこいいですよね。シートの方はね、革張りですね。中の方がね、このちょっとモケっとした裏側で、外側にツヤっとしたね、張りのある革が配置されてますね。まあ年式の割には綺麗な方ですかね。後ろにね、すぐね、こうエンジンがあるんでね、まあツーシーターなんで、その辺はちょっと利便性が悪いですけどね。で、あとね、一応ナビがついてますね。で、これクーラーの、この操作はね、これ跳ね上げ式ですね。ここに灰皿があります。で、ハンドルにはね、これ、プラスマイナスのヤーツがちゃんとついてますね。では試乗の方行ってみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。やっぱね、このポルシェ、走り出した瞬間から違いますよね。このね、ボディ剛性、ガッチガチなんですよね。特にね、このケイマンは、
ボクサーと違ってこの屋根がねちゃんと張りますんで、すごいねなんかボディ剛性の良さを感じるんですよね。このポルシェケイマンは 2.9 リッターですね。6気筒エンジン、6気筒なんですよね。最近はねあの4気筒のポルシェも出てますが、やっぱりねポルシェといえばこの6気筒ですよね。ではちょっとね踏み込んでみましょう。このやっぱりねエンジン音がねこのリアから聞こえてくるっていうのがなんかすごいですよね。なんかやっぱりねマシンに乗ってるなっていう感じがするんですよ。でこの車 PDK なので、すごいねあのエンジンのね回転数を合わせてくれるんですよね。ちょっとね、マニュアルのようにプラスマイナスのやつ使ってみましょう。おお。今カーブでシフトダウンします。こうやってねあの入りをね、調整してくれるんですね。なのでマニュアルでね人間が操作するよりも早いレスポンスで、変速できるということですね。すごいですねこの PDK。 やっぱりこれピュアなスポーツカーですよねポルシェってね。ポルシェってね運転してるとなんかねワクワク感があるんですよね。特にねこのボディがね結構膨らみが見えるんですよね。リアとフロントのね膨らみがね結構あるんで、あポルシェに乗ってるなっていう感じがねすごいするんですよ。この車ね、距離こそ、10万キロと走ってるんですけども、そんなにね遜色なく走りますね。しかもねこれ280万でねこの車乗れるってねまあいいですよね。その辺がね中古車の特権ですよね。いや本当にね乗ってて楽しい車です。ポルシェケイマン、いい車でしたね。やっぱりね走りが違いますよね。こちらの車は販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでポルシェケイマンでした。ジョヌボーイッシュ。